危ねえ、危なかった今。いや危なかった今。右側に灰皿置いとって、だから右側に灰皿置いてんのが悪いんだろうね。右にこう重心をさ、こう傾けるから、左側のネジが2本取れとって、椅子がもう右に倒れるシステムになってるわけよ、今。で、今、タバコの灰をこうポンポンってこうしようとしたら、もう完全に、もう倒れかけたよね、完全に。もう今、デスクが、パソコンのデスクがなかったらもう、あれだよ、うなちゃんまん状態だったよね、今。うん。危ねえ。こけてたわ、今。ドラゴンクエスト8縛り実況やっていきまーす。危ねえ。だから、これが悪いんだろうね。これ、右側にこう置いとるから、左のネジがどんどん緩まってきて、椅子が壊れちゃうんだよね。うん。もう、地べたに座ってやろうかな。もう、座椅子のパターンにしようかな。まあ、そうなるとまたパソコン用のさ、座椅子用のデスク買わなきゃいけないね。来月買うか、給料入ったら。スーファミだったらもう完全に今ね、パソコンのデスクガンってやったからもう、スーファミだったらもう、あれでバグってたよ。うん、プレ2でよかった。行こう。うん。ああ、ゲルダ来んのか。こことかさ、プレステ版はこういう感じになってるけど、リメイク版はどうなるんだろうね。もしかしてここで仲間になるのかな。どこかで見たカードだと思ったら、ヴィーナスの涙をプレゼントしてくれた親切なご一行じゃないか。それにしても随分珍しいところで再会したもんだね。てめえはゲルダ、一体どうしてここに。何でも噂によると、ここにはあの大海賊キャプテンクローのお宝が眠っているって話じゃないか。私はお宝って言葉に目がなくてね、こうしてわざわざ船を仕立ててやってきたってわけさ。見たところあんたたちも目的は同じみたいだね。面白いじゃないか。それじゃあ海賊のお宝を手に入れるのは早い者勝ちってことだね。そうと決まったらのんびりはしてられない。私は一足先に行かせてもらうよ。おい待てよ、勝手なことばかり言いやがって。それにここには魔物も出んだろ。お前一人でお宝がある場所までたどり着けるもんかよ。あっぽいな。 3DS ここで仲間になりそうな。憎めってくれるじゃない。私の忍び足の実力はあんたも知ってるだろ。魔物どもなんかに見つかるようなヘマはしないさ。動きの鈍いあんたとは違ってね。やっぱゲルダいいな。ジェシカもいいけど、やっぱゲルダ派だ。では行きましょう。何が手に入るんだ。何があって光の海図か。それはそうだ、うん、なんか装備的なものも。ああ思い出した、キャプテンハットだ。キャプテンハットがなんかって手に入んなかったっけ。なんか、ああ最悪だ。3匹出てきた。どうする。頼む、うん、さすがにダメージが、うん、下手したら死者が出る、うん、ヒオリム。強えなやっぱこいつら強え。やっちゃってください。
よし。なんか槍とか落としそうだよね。こっちでいいのかな。なんとなく進んできたけど。一応分かれ道だったよね、今のところ。複雑。何もない。行き止まりかい！オーシャンクルーはサンダーサタン。攻撃。でもここボス戦あるからある程度 MP は温存でいきたいんだよな。まあゼシカとかは大丈夫だろうけど。けどそれともマヒャドとか連発してたら。うわ！ヤンガス強い。サンダーサタン。何？悪魔の尻尾。素早さ10。素早さか。指や守備力、攻撃力、賢さ。いやー、微妙だな。微妙だ。まあ、なんか、錬金で使えるでしょう。うん。使えるでしょう。どっちだ？え？やべえ、やべえ、もう迷子になった。やばい。こっちかな。お、ゲルだ。いいね。この、何？ドラクエ8。ね、二強のメスの背中を眺める。いいね、この感じ。あ、ゼシカの方がでけえ。ここはキャプテンクローの一室だったようだね。この部屋はどうにも匂うよ。私の勘が、ここには、何かあるって告げてるんだ。さあ、あんたたちもボケっと突っ立ってないで、この部屋の秘密を探しておくれよ。だいたいわかるだろ、これ。正面のなんか壁が怪しいだろ、どう考えても。悪魔の武器。バトルフォークを毒の武器で強化し、まがまがしいものを加えるとデーモンスピアが出来上がるのだ。デーモンスピアに宿る悪魔の力は時々一瞬で敵の息の根を止めることがあるらしい。はい。毒針かな。古い日誌。世界の海を股にかけ、無数の財宝を手に入れた我が生涯は栄光と勝利に飾られたものであった。だがそんな私に、悔いがあるとすれば、それはついに伝説の神鳥の島に足を踏み入れられなかったことだ。すでに年老いて旅立つことも叶わぬ私は、かの島への道を記す。唯一の手がかりを秘密の宝物庫に封印することにした。我が志を継がぬとする者よ。この部屋に隠された扉より奥へと進み、我が元までたどり着くがよい。はーい。で、ここだよ。どう見ても怪しいじゃない。はい。ティリリリティリリリン。この部屋には隠し扉があったんだね。私の勘の正しさが証明されたよ。さて、それじゃあ競争の再開だ。あんたなんかには負けやしないよ。そうですか。こんな謎も解けないようじゃ、エテには勝てんぞ。ああ、敵出た。サンダーさん。倒していこう。あ、やばい、死ぬ。45。いや、マジヤンガス強いな。強くなったな。回復を、ナイスだ。
ちょっとここに来てククールの火力のなさが目立ってきちゃったな。魔法で言ったらまあバギクロスはあるけど、かわいたち。バギクロスあるんだけど、まあ回復役だからまあいいか。妖精の矢。よし。結構経験値くれるんだ。ある横着者の日記。旅の、間は少しでも荷物を減らしたい。そこで私は愛用の兜を鍋代わりに使っている。はあ、ある時美味しいミルクを温めていると、たまたま牛の糞を、兜の中に落としてしまうことがあった。はあ、すると、どうだろう。鍋代わりの兜から牛の角が生えてくるではないか。おかげで安定が悪くなってしまい、鍋としては使いづらいことをこの上ない。ミルクも飲めなくなってしまって、まったく踏んだり蹴ったりとはこのことだ。牛角兜は、兜と牛の糞も美味しいミルク。嫌だよね。自分が被っているその兜は。そりゃ汗もかくだろうし、そんな兜をさ、熱して、何ミルクを温めてたの引くわ引くわこっちはうわ、もう、いやー、入り組んでいる。とりあえず入っていくか。しらみつぶしに入っていこうか。回復しとけばよかった。こういう時はモリーハゲシネに任せよ。もうハルク一人で一体倒せちゃうんじゃねえぐらいの感じだよね。あ、二回行動ではないのか。1、2回行動かな。じゃあ。たまに二回動くみたいな、そういう感じかな。余裕で一匹倒しちゃう。バイキー。オッケー。一匹250か。うわ、もう迷った。もうこれ迷いましたわ。もう今どこにいるかわからん。うわぁ、深い。うわぁ、もうなんだここ。サンダーサタンしつこい。眠るんだ。起きるなよ。スーマ、じゃあホイミとかいいから、ホイミとかマジでいいから。ヤンガス変えよう。ヤンガスガンガンにしよう。ダメだ。オッケー、ナイス。これでいい。妖精の矢で2回復するのはいいんだけど、妖精の矢自体は MP 消費は0かな。うわー、止まってしまった。行き止まりだー。もうやばい、これはやばい。
こっちかな。ドラクエのいやらしいところってさ、その敵が出てくるとさ、もうどこに行ったか、もうどっちから来たかもなんか分かんなくなっちゃうよね。なんかフロアマップ的なやつ用意してくれりゃいいのにね。不思議なダンジョンみたいな感じで、どこ今どこ通ってきましたよみたいな、そういうの分かりやすくしていただけないだろうか。 3DS 版では下にマップが表示されてるのがそういう感じなのかな。よし、回復。あ、けどなんかイベント、あれあれ、あ、またあったね。言っとくけどこの先には目星ものは何もなかったよ。ま、信じる信じないはあなたたちの勝手だけどね。なんと都市伝説みたいに言うてんだよ。都市伝説みたいに、信じるか信じないかはあなた次第です。誰がフリーメイソンじゃん。誰がフリーメイソンじゃん。確かに何もない。うわー、ボーンファイターと、驚いとる間に倒すか。驚いとる間に倒そう。ゴンはもったいない。ほい。死神の鎌。わあ、全体技あるじゃん、ヤンガス。ヤンガスくん、いい技持ってんじゃん。いいね、いいね。なんか武器ない。あれ？あれ？なんだここ。ん？ああ、うわあ、やばい。本格的に迷子だ。本格的に迷子だな、これ。マリホン。死神の鎌、いいね。呪文を封じ込めたって出たね。なるほど、魔法トーン効果があるわけだ。えい、ってことはやっぱこっちには何もないわけか。残念。あそこの扉、あそこの扉から入ればいいわけだろう。また外がエンジン音が。なんだ、もう昼休憩終わったんかな。昼休憩終わりですか。窓を閉めます。ほんといいな。けどヤンガス特技いろいろさ、鎌ポイントはさ、なかなか79と、もうほぼ
ほぼカンストに近いんだけど、カンスト99だったっけ？え、それ以上あったっけ？